さあ皆さん、こんばんは。仕事疲れたね。真っ暗。あ、もう車の中なんだけど、あのさ、以前から気になってた、なんかさ、お店がある、あるんだよ。あるんだよ。うん。今からね、そこに行ってみようかな、みたいな。今日ね、日曜日、もう、日曜日はね、お店19時までなんだ。だから、まあ、ちょっとね、ネタもねえし。ネタもないから、ネタもないから、とりあえず、とりあえずね、行こうかな。うん、行ってみよう。うん。なんともすごい、俺はちょっと、ごめん、下調べしてないかわかんないけど、結構、なんか俺は珍しいかなと思って。うん。では、早速、行ってみたいと思います。それでは、VTR!あ、VTR じゃないね。まあいいか。まあ VTR スタート。ね、さあ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 、いつものね、帰り道なんだけどね、ちょっとこれね、ちょっとこう、これ本当はまっすぐ行くと、こう帰り、白バイ、ごめんなさい。そうなんだけど、ちょっとこれ上がってですね、本当お店から近いんですよ。すごくね、すごく気になって、このとこ、このところにみたいな。こんな店がみたいな。ありましてですね。そうなんですね。ちょっと待ってくださいね。もう間もなくね、到着。今日はね、台風がね、来ててですね。まあ、信号がね、関係ない。台風と関係ない。もう、風だけかな、今。うん。雨は、夕方ぐらい結構すごい降ってたんだけどね。うん。うん、いうね。まあ、ちょっと、今風強いのかな？強かったはず。うん。うん、多分強い。強いだろう。うん。おそらく強い。うん。うん。強いね。うん。はい、ということでね、信号も青になったことなのでここいるかな。信号も青になったところでね、ここね、あ、懐かしいな、パチンコ屋さん、親が好きでね、よく来てましたね。いや、僕はじゃないよ。おっと、ちょっと見えました。これですね。おっと、なにこれ、すごいな。お、ここです。ドライブスルー銀だもんですね。よし、何がいいのかな。あ、ごめん。さあ、街でございます。あのね、ドライブスルー、車に乗りながらたこ焼き屋買えるというですね、ドライブスルー、ん？築地銀だこ？ドライブスルー？ん？いや、わかんないですけど、なんかとりあえず車に乗りながらたこ焼き屋買えると、そういうところらしいですね。はい。じゃあちょっと順番が来るまで待ちましょう。3分待つ。たこ焼きの、はい、8個入りを2つ。いいじゃない、よろしいですか。あと、このエビ塩。エビ塩。を1つ。はい。1個入りで。はい。いいじゃない、よろしいですか。はい。会計1750円です。お願いします。はい。2000円。はい。
します。一応作ってスタンプ貯まりますと550のタバコ交換いたします。全店舗使うので、はい、はい、ありがとうございます。マヨネーズ普通のかからしのどちらがよろしいですか。からしで。からしで、はい、普通に出るんだよね。おう、さあちょっと近くに止めたんだけど、うん、買いました。じゃじゃんじゃじゃん、すごいね。マック感覚だね。マックとそういう系だね。ドライブスーツいいね。楽だね。だからちょっと今日は品薄。もう時間もね、ほんと21時までやってるらしいんだけど、やっぱ今日日曜日っつうこともあって、なんか、なかったのかな。まあ品薄でした。ねえ。まあでもちょっと機会はね、また、ちょっと帰り、買って帰れ。まあ早く終われば買って帰れるかな。そうなんです。まあ、とりあえずね。これはね、多分、まあ、住所っていうか、食べログとかにも載せますけど、載せますけどね。食べログとかにも載ってると思うんで、はい。あと、他にも多分あるのかな。銀だこだけじゃないのかな。まあ、そういう、各お店の、ところ、まあ、そういう、ほら、まあ、有名なたこ焼き屋さんとかもあると思うんだけど、そういうドライブスルー的な感じもあるのかな。なんで、もし、まあ、お近くだったら来てください。はい。お近くだったら来てください。で、うちの町にもあるよっていう人はコメント欄にも書いてください。はい。全然下調べしてないので、申し訳ない。はい。ということで、たこ焼きが車に乗りながら買えるという、ね、築地銀だこさん、はい、の、動画そう、ツーキャスの方でね、ちょっとね、行こうってね、あったんだけどね、ってスルーしただけだったから、まぁ、ちょっととりあえずね、はい、YouTube に上げさせてもらいました。はい、じゃあこれ帰ってね、美味しくいただきましょう。はい。それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。はい。それでは皆さん、さよなら。まあ、そうだな、本当に。冷めないうちに帰る。ね、冷めないうちに帰る。はい。さよなら。